みんな、ダメっ子動物始まるよ。勉強ダメでもかけっこビリでも告って振られても、毎日毎日宿題忘れて学校で先生に叱られたって、いいじゃんいいじゃん。サスペンス劇場、犯人は誰だ。ずいぶん積もったな。うん、そうだね。ウルノ君。あとつかみはともかく、一体何が。あれを見ろ。ああ、何らかの理由で崖を転がり落ちて岩にぶつかったんだね。うん、そのようだな。解決しちゃったね。残念そうだな、馬。あ？あ、ここは？気がついたか？って、あ、ち、なんで？君はこの崖を転がり落ちて岩にぶつかったんだよ。俺、何も覚えてないです。この崖には何度も転がった跡がある。つまり犯人は殺意を持って何度もウルノ君を突き落としたと考えられる。そんな、俺、そんなに誰かの恨みを。たとえ一生ダメでも、なるべく人に迷惑をかけないようにと思ってきたのに。ダメなのか、やっぱり。生きてるだけで誰かの恨みを買っちゃうのか、俺は。任せとけ、ウルノ君。犯人は必ず突き止めるよ。ユニコーンの名にかけて。ありがとう、ユニコさん。よーし、犯行現場に向かうぞ。重いな。嬉しそうだな、お前。ウルノ君はここから転がったわけだが、積雪のため足跡が残ってるね。でも俺の足跡しかありませんよ。そう、そしてここから導き出される結論は、犯人は足跡を残さず移動できる、つまり飛べるということだ。というわけで容疑者が絞られたよ。友達だと信じてた二人が本当は俺を憎み恨んでたなんて。全く信じてねえじゃねえか。ちょっと待ってください、僕やってませんよ。俺もやってない。犯人は一応そう言うんだよね。誰とも俺のこと嫌いなら嫌いってはっきり言って、その方が俺、よっぽど。また俺、さっき見てたんだけど。あ、ウルノ君。なんか面白かった、もう一回やろうと楽しそうに。そうそうそうなんだよ、今転がってて思い出したよ。そんなこったらと思ったぜ。じゃあ僕は無実ということで。記憶喪失で済むといいな。次回はクリスマスの奇跡、お楽しみに。だから見